さあ、森口を出たところでございます。さあ、この辺になってくるとね、やっぱり大阪新地観光支店とかやったのがビールとか住宅地がびっしりと建ってますよ。もう田んぼとかそういう農業地は全くありません。でこの区間はね、森口から仙台市から大変関係が短いところがあります。でね、まあここら辺でちょっと本当にダッシュで走りたいなという気分はあるんですけどね、さすがにちょっと油分出るところなんでね、当然のことも人間は勝てませんよ。途中広い道路ありますからね、こんな無茶なことは絶対してはいけません。そしてこれが森商事なんですけども、放電これ伏線化時代の時とか大気線になってたんでしょうか、ね。ここから新大阪に特に米田ですから、米田に向けて分岐してた場所と言われております。そして関目は地下鉄の接続駅になっておりますね。野田が逆に JR ですね、 JR 大阪東線の接続駅となっております。これを進むといよいよ京橋ですからね。まあ、もし私はもう京橋に行く機会はもうめっきり減ってしまいますのでね、この京阪をランキングしてもらうのともう京橋がよりはちょっと困ってしまいましたけど、いよいよ今年から、京橋に行く確率はぐっと下がりました。長いこと、お世話になった京阪なんですけどね、今後は京橋より天満橋、北浜、淀屋橋に行く機会がありますかと思いますけど、まあ、引き続き、京阪はね、やっぱ利用していきたいなと思います。まあ、ここは当然京橋はね、JR や地下鉄の接続駅ですのでね、やっぱ利用しやすい駅ですよ。行く回数は激減しても、引き続き、利用していきたいと思います。まあ、京橋に関してはね、また、別の動画でお送りしたいと思います。それでは、京橋ですね、ここに失礼します。